皆さんこんにちは、藤本穂瀬麻里です。今日はグリップについてお話ししていきたいと思います。グリップはね、人それぞれ、持ち方違うので、必ずねこうやりなさいっていうわけじゃないんですけど、まあ私の、やり方を一つ、参考にしていただければなと思います。で、グリップは私の中で大きく分けると、4つあります。で、1つ目がイースタングリップで、2つ目がウエスタングリップ、3つ目が、バックハンドグリップ、そして4つ目がハイバックグリップになります。で、今日は、カメラの近くでこうグリップをね、できるだけこういろんな角度から見せて、少しでも伝わるように、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは手が主役ということで、進めていきたいと思います。まず、イースタングリップから説明していきます。で、イースタングリップはね、よくこうラケットの面を垂直にしてそのままこう握るような形っていうふうに言うんですが、私の場合は実際こうやって打ってることは少なくて、ちょっと面を内側に倒して、振ることが多いです。で、イースタングリップ使うのは、オーバーヘッドだったりとか、フォア側の、ショットを、打つことが多くなります。で、僕はですね、こういうその通常言われているイースタングリップよりもちょっと面を内側にして、握ることでこうしっかり握れるような形が僕は作れるんですね。だからこの状態のままスマッシュを打ったり、してます。クリア打ったりとかっていう形を、作ってます。で、一つちょっとここでポイントとして、この人差し指のこの付け根ありますよね。で、この付け根をこのグリップの平べったいところに少し乗るようにして持ってあげると、あんまりこう乗せるすぎるとね、ちょっと握りづらくなっちゃうので、ちょっとでいいです。ちょっと握った時に、こう少しこうラケットの面をですね、こう押します。押した時にこの人差し指でしっかり押し返せる状態が作れると、強い球が、ね、出やすいんですね。で、これが例えば乗ってない状態、こういう状態で持ってしまうと、こう押した時に人差し指が、ね、こうちょっと負けてしまうような感じになるんですね。なので、この人差し指の付け根の部分を少しだけ乗せてあげると、こう当たった時にしっかりその球が、こう手首というか指が負けずにしっかり力を伝えてくれるので、強い球が打ちやすくなります。はい。で、このグリップが結構できないって人が、多くて、どうしてもこういうグリップになったりとか、こういうちょっとこうなんていうんですかね、こういう握り方になっちゃう、ここがこういうふうになっちゃう人が結構いるんですけど、この握り方をするときに意識してほしいのが、まず人差し指と親指をこうグッてこうね、こういう形で押し合います。で、押し合った時にここにね、力こぶがこう出てくるんですけど、ここの筋肉をね、しっかり鍛えてください。ここの筋肉、最初ね、皆さんなかなかこう普段鍛えることないと思うんですけど、これが弱いとここで支える力がなくて、どうしても支える力がなくて、だんだんこういうグリップになっていっちゃうんですね。だからしっかりここで挟んで、ここの筋肉をしっかり鍛えてあげていきます。そうするとここで挟む力が出てきて、このイースタングリップでしっかり安定して固定することができますので、ちょっと意識してやってみてください。はい、次に、ウエスタングリップを紹介していきたいと思います。ウエスタングリップは、こういう形で、ラケットの面がですね、こう前を向いた状態で指を使ってこういうふうに挟み込むような感じになります。これも結局人差し指と親指でしっかり挟んで打たなきゃいけないので、ここの筋肉が必要になってきます。で、これを使うときは、この人差し指と親指で挟んだところが支点になって、この残りの3本指が力点ですね。で、ここが左右で、テコの原理を使ってこういう感じで指でも打てるようにしていきます。で、これを使う場面っていうのが、フォアのドライブだったりとか、プッシュだったりとか、あとアタックロブだったりとか、あとボディのレシーブでバーンとこう打ったりとかっていう風にするので、ちょっとこういう動かし方、指を使ってこの遊びを作りながら、この3本指で握る、手首も手前に返した時に指を緩めるような形で、こういう形で使っていきます。
ただ前衛の人、ね、前衛もこれでプッシュするときあるんですけど、あんまりこれ使いすぎるとタイミングが遅れて、結構ね、バックアウトしちゃうとかっていうパターンもあるので、もう本当にその時はもう本当に小さくです。小さくこうテイクバック、こんな大きくテイクバックしないで、もう小さく振るようなイメージで、やってみてください。こういう形です。はい、じゃあ次にバックハンドグリップを説明していきたいと思います。で、バックハンドグリップは人によってね、それぞれ握る位置が若干、ずれることもあります。で、基本的なのはこの平べったいところに親指をこう完全に乗せるパターンでなんですが、人によってはこの、斜めのところに親指を乗せていくパターンもあります。で、こっちの場合だと、バックもフォアもこう使いやすくなるんですね。こうバックハンドグリップでもちろんこうバックで打ちます、フォアで打ちますっていうのもあるんですけど、この、ちょっと斜めのところを持った方がよりね、フォアも打ちやすくなる、バックも打ちやすくなるっていうので、まあ、僕としては両方できるようにしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。で、このバックハンドを使う場面で言えば、まあ、レシーブだったりこうドライブだったり、あと、カットの、ね、動画でもお話ししてるんですけど、上からオーバーヘッドのカットを打つときもバックハンドにするときもあります。はい、自分の頭よりこの低い位置、例えばこういうところだったりこういうところだったりこういうところ、フォア前のプッシュはちょっと別なんですけど、こう体 の、 前あのバック側のプッシュだったりとか、まあ、そのこのあたり全般はバックハンドグリップでほぼほぼ対応できるんじゃないかなと思ってるので、そのシングルスでも例えば低い球で相手が攻めてきてる場合というのはほぼほぼバックハンドでいけちゃうんじゃないかなというふうに思っています。ダブルスでも、体の周りだったりとか、あと、この体の周りだったりとか、このロビングとかバックハンドのロブとかフォア前のロビングも含めてバックハンドでほぼほぼ打てます。このフォアの前のプッシュだけちょっと打ちにくいかなというふうに思うので、まあ、頭より低い位置全般はバックハンドグリップでほぼ対応できると思ってください。はい、それでは最後に、ハイバックのグリップを説明していきたいと思います。ハイバックのグリップはさっきフォアのイースタングリップですね、僕が説明したイースタングリップの握りの親指の位置を変えただけの持ち方がハイバックのグリップになります。で、これはハイバックのクリアと、あとハイバックのスマッシュだったり、あとハイバックのカットですね、これでこのグリップでここクリアとかカットとかストレートカットとか、あとスマッシュとか打つような形になってきます。さっきのこの、イースタングリップのグリップをの位置を親指の位置を変えて、ハイバックグリップにしてます。でも、まあ、このバックハンドグリップでもハイバック打とうと思えばどうにか打てたりするので、まあ、人によってはね、ちょっとここの位置じゃなくてちょっと違う位置でも打ってる人いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、一般的にはこういう握りで打ってる人が多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは支え指についてお話ししていきたいと思います。支える指っていうのは、まあ、さっきね、テコの原理の話をしたと思うんですけど、この人差し指と親指でこの挟んで打つパターンなのか、あと、他の人は結構ですね、この小指と薬指でこう支えてなんか打っていく人っていうパターンの2種類が、ね、あって、どっちがいいんですかっていうふうに聞かれることもあるんですけど、自分の中ではちょっとこの小指薬指のパターンはですね、やったことがないので、これがどういいかっていうのがちょっとごめんなさい、分からなくてですね、自分は人差し指と親指でこう支えて、握り込みを使っていくようなパターンを、使ってます。で、イースタングリップの時でも、まあ、しっかりこう強く握って打つっていう話はしたんですけど、例えばクリアとかでしたら、ここからこういうそのウエスタンのようなこういう握り込みを使ってクリアね、こうゆっくりなモーションから打つと見せてパーンってこうね、最後インパクト出して、クリアにしたりとか、あとスマッシュ打つときも少し握り込んだりとかっていう風に使うこともあるので、
このオーバーヘッドからでも少しね、指の握り込みが少し使えると、球が少し速くなるんじゃないかなっていうふうには思います。ただこの握り込みがですね、握り込みをあんまりこう活用しすぎて、こう全部握った時に止まっちゃうような、腕がこう固まっちゃうような打ち方っていうのはあんまり良くないんじゃないかなというふうに思ってます。だから、握り込んでもしっかり振り抜けるぐらいの、力で握り込むっていう感覚で、やっていただければなと思います。で、握り込み、このフォアの時はこの人差し指と親指で握り込む、ウエスタングリップの時もこういう形で握り込んで打ってます。で、バックハンドグリップの時は僕の場合は4本指、人によってはもしかしたらこういうふうに打ってる人がいるかもしれないんですけど、自分の場合は、親指以外の4本指と親指でこうちょっと転がすようにして、転がすよう、こういう感じですね、転がすようにして打ってます。ここでパン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 っていう感じで打ってます。ロビング打つ時もこういう感覚で振り抜いてインパクト出せるようにしてます。バックハンドドライブでもちょっとだけですけど、ちょっと入れたりとかしてインパクト作れるようにしてます。親指と残りの4本指でこう少し転がすような感じ、この小指の下あたりをこう転がしていくようなイメージで、この5本の指を使って動かせるようにしています。で、最後に握り替えの話なんですけど、もちろんね、こうラリー中にグリップをどん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 こう変えていったりする時もあります。で、その時にどのタイミングで握り込んでいいかわからないって人も多いと思うんですけど、基本的に例えばドライブ打ちました、次バックに来る時はそのラケットを上げる時にパッて握り替えます。フォアから握り替えてバックに切り替える、でまたフォアに来たら少しフォアに切り替えて握り替えていく。ただこの握り替える作業っていうのがあんまりにも多いと、やっぱりね、こう早いラリーの中で握り替えるのが間に合わなくなったりする時もあるので、まあ、自分の場合はそのさっきも話した通りバックハンドグリップで体の周りとか頭から低い位置はだいたい打てますよっていう時はもうだいたいフォアでいければいいかなと思います。握り替えが間に合う人であれば全然こう握り替えてフォアに来たらフォア、バックに来たらバックでも全然いいと思うので、うまく打てればそれはどっちでもいいかなと思っているので、ぜひ参考にしてみてください。はい、以上がグリップの説明でした。でやっぱりね、グリップを、うまくね使いこなすためには指がね器用でなきゃいけないっていうのもあると思うので、例えば、指をちょっと近く、もう一回近くでいきます。例えば指をですねこう回す動きだったり逆回ししたりとか、あと自分なんかダブルスで前衛でねこう近くを短く持ってるんですけど、後衛に行った瞬間パッてこう下に変えたりとか、こう上下に行くような力だったりとか、そういうねこう指の器用さっていうのは、ある程度ないとやっぱりこう持ち替えたくても持ち替えれないっていうことも出てきてしまうので、やっぱこう指先のね器用さっていうのは常にね意識してください。まあそれをね、選手は結構ねこうくるくる回したりしてね、常にこう指の器用さをね、意識しているような人も多いと思うので、皆さんもちょっとねこう指回せるようにしてほしいなと思います。で、実際ショットを打つときね、あんまりこうグリップにこだわりすぎなくてもいいかなというふうにも思ってます。例えば、バックハンドグリップで、ね、オーバーヘッドを打とうと思っても打とうと思えば打てます。だから、なんていうんですかね、その体の自由度、ね、この肩もしっかり回ってあげればこのバックハンドグリップでもクリアとかね、いろいろ打てるので、もう形にこだわりすぎないで、あ、こうやったら意外とできちゃうじゃんみたいなね、このグリップでもこれ打てちゃうじゃんみたいなね、そういうちょっと遊び半分でね、いろんなことを試して自分の発見をね、いっぱい見つけてほしいなと思いますので、ぜひね参考になればと思います。以上です。